アラームさんこんにちは。ズヒこです。それでは今回なんですけども、プリンで500円もらえる初めてのお支払いキャンペーンということで、今回は僕の動画でも何度か紹介をしている無料送金アプリのプリンが500円がもらえるキャンペーンを発表したので、そちらについてお伝えしていこうと思います。一応、プリンのアプリについての特徴を簡単に説明すると、チャット感覚で簡単にお金を送り合えることができたりですとか、あとはまあ、金額やメッセージの送信も可能、 そして、プリンのお金はいつでも銀行口座に戻せる。そして、セブン銀行 ATM で無料で引き出すことができるということですね。1回目は無料で2回目以降は216円かかるようになってます。まあ、ざっとこんな感じですね。まあ、これまでプリンは送金などに関するキャンペーンはちょくちょく実施されてたんですけども、今回はですね、プリンを使って決済に関するキャンペーンが発表されました。 それがこちらですね。初めてのお支払いキャンペーン。プリンでお支払いすると500円もらえるということですね。一応対象者はプリンアプリをお持ちの方全員ということ。そして期間は8月の14日から8月の27日までということで、まだスタートしてないのでお気をつけくださいで。エントリー方法は期間中に加盟店で決済をして、そしたら自動でエントリーが完了となります。 で、特典の500円に関しては9月末に付与されるということですね。こちら1人1回までとなってますので気をつけください。まあ一応ざっくりとこんな感じですね。下の概要欄にもキャンペーンのリンクも貼ってますので、詳細が気になる方がいましたらチェックしてみてください。まあここまで説明して何か疑問に思うことが一つ出てくると思うんですけども、それはなんとですね、やっぱりそもそもプリンってどこで使えるのと。 いうことなんですけども、ぶっちゃけ全然イメージできないですよね。自分もこのキャンペーンの発表があった時に、そういえばプリンってお店で決済できるのかなと思いまして、そしたらですね、公式ページに載っていました。 それがこちらですね。じゃんなんと、ご覧の通りですね。このマークが入ってるとこなんですけども、東京、名古屋、そして福岡だけしか使えないんですよね。いや、これはかなり使う場所が限られてますね。まあ多分、ここから加盟店がまあ徐々に増えていくと思うんですけども、ちょっと寂しいですね。まあ今後のプリンの普及率に期待したいところではあります。まあ僕は案の定福岡に住んでるので、まあ検証がてらどこかのお店でプリンで決済してみたいと思います。まあせっかくのキャンペーンもあるので。まあちな ちなみにまだプリンのアプリ入れてない方がいらっしゃいましたら、招待コードを入力して登録をしたら200円もらうことができますので、一応下の概要欄にプリンのリンクと招待コードを載せておきますので、気になる方がいらっしゃいましたらぜひチェックしてみてください。まあ、そんなこんなで今回は無料送金アプリプリンの決済をしたら500円もらうことができますよということでした。先ほどもお伝えした通り、使う場所も限られていますけども、もしお近くのお住まいに対象のお店があればプリンデビューしてみるのもいいのではないでしょうか。ということで、 本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。